その昔、日本にあった三つの国。海の恵みが豊かな国。名前に陸がつくその三つの国をまとめて呼んだのが始まりです。それが三陸ジャパン。日本の東北地方に広がっているこのエリア。世界で最も豊かな海で、世界三大漁場の一つ。知っていますか？それが三陸ジャパン。森を背負ったリアス海岸。親潮、黒潮、津軽暖流。潮目と呼ばれるこの流れ。運ばれてくる豊富な栄養。豊かな漁場の秘密です。それが三陸ジャパン。海の恵みは鮮度が命。取れたて水揚げしています。サンマにカツオ、イカサバサケ、ウニカキワカメにホタテホヤ。それが三陸ジャパン。海の恵みだけじゃない。自慢できます。誇り高き人々。漁師、仲卸、加工職人。海のスペシャリスト集団です。それが三陸ジャパン。強くてあったかい三陸人。自然と共に生きています。海の恵みと匠の技で、誇りを持って世界へお届け。春夏秋冬楽しめる、旬の美味しさ召し上がれ。それが三陸ジャパン。三陸の美味しい海の恵み、世界の食卓へ届けたい。それが三陸ジャパン。だから三陸ジャパン。最も豊かな海、三陸から世界中に幸せと笑顔を届けます。